絵班塾のニュースセンターへようこそ。絵班デラビーでございます。今月のイベント2つ予定しておりまして、まず9月24日第4回目の長野アースリング体験の集いで社会運動の実体験についてお集まりになっていただく皆さんとともに、あるテーマについて現実的なアクションを起こすための準備、想像などをします。別のリポートでこの1日のセミナーについて報告いたします。あさってぐらいですが、今回のリポートは、9月30日英雄の旅を始めるということなんですね。ここでですね、ブレーンに切り替えまして、この日に第1講義は苦労を受け入れる旅というテーマになってまいりますが、確かに神話学の時間があったんですね。半熟で2月だったかな。その時にジョセフ・キャンベル中心の発想を皆さんとシェアしたことによって、英雄の旅にいくつかのステップやステージや段階があるというふうに説明いたしました。今回の4つの講義でもって、実際の私のアイスランドの旅はどのようにしてこの英雄の旅に関わったかということについて、現実的な体験上から言えるこのヒーローの旅について語ります。で、第1回目の講義はその苦労を受け入れる旅、 A creation pattern exists、 つまり英雄の旅において苦労することはつきものに決まってるんですね。だから苦労を避けようと思えば必ず英雄の旅は始まりません。言うまでもないことなんですが、ちょっと仏教的な話もしたいと思っております。この苦労を受け入れる体制の大切さですね。第2の講義はですね、環境と同調する働き、実際にヒーローの旅を行うのに、地理的な旅をしなくても心の旅を意味することもありますが、現実社会においては仕事場にせよ、結婚生活にせよ、アート生活にせよ、その旅において現実的な側面は必ず、あります。でそこで、ご自身の環境に対して同調する働きってどういうことなのか、どのようにして我々はその環境とともに、ヒーローの旅にていわゆる進化するかという、ごく現実的な私とアイスランドの同調プロセスについて話をしたいと思います。第3の講義、肉体の旅からハートの旅へ。まずですね、我々は、その英雄の旅を始めればですね、実際に始めれば、現実的に始めれば飛躍する、今までのパターンをぶっ壊す、新しいいわゆるパワーかフォースかに述べられている新しいアトラクターフィールドに見せられる、そのプロセスは肉体から、始まらなければなりませんが、必ずハートの旅に変化していくことは言うまでもないことです。楽しみにしてください。そしたらね、4回目の講義では戻ってからのアクション、つまり英雄の旅は勝手に自分のおへそを見つめてですね、自分だけの旅、自分だけのヒーローの話にするということは、あれは英雄の旅ではござるまい。ヒーローの旅の目的は最終的にその自分が得たストーリーをみんなにシェアすることであり、そしてみんなにある程度理解してもらうこと、それが私の今回の絵班塾で行う予定の究極の目的ですね。皆さんとシェアしたいと思って、ぜひ
いらっしゃってください。お待ちしております。